えー、匿名です。今から10年前に西川ちゃんのオールネイトを聞いていたんですが、番組が終了してからラジオから離れていました。しかし、いつの間にか西川ちゃんのラジオが再開しているとは、携帯アプリでたまたま見つけました。西川ちゃんのラジオまた聞けるので驚きです。これからまたラジオを聞きます。ありがとういいじゃない。ねえ、こういう機会でね、またこうラジオの良さっていうのが分かっていただけると嬉しいですよね。他にも、愛知県、西吉、新潤、 西川ちゃん、猿、4月12日、えー、土曜日に、えー、愛知県常滑市にある中部国際空港で FM ラジオ局の開局記念イベントが行われ、うん、西川ちゃんの、うん、元嫁率いる、<laughs> パフィの二人がゲストに来られました。 えー、その際特に西川ちゃんの話になれませんでしたが、もっと嫁の吉村さんは、いとこが名古屋に住んでいるので、昔三重県の長島スパーランドへ行ったというような話をしていました。その中で僕が気になったのは、アミさんに対する吉村さんのツッコミなんです。吉村さんのツッコミは西川ちゃんにそっくりなんです。短期間とはいえ一緒に住んでると、そういうところも似るんですかね。知りません。<laughs> どうなんですかね。 もうそういう、なんかもう、ほぼそういう、こう、実労されてるところを拝見してませんので。はい。私はもう、どう、わからないです。だいたいお前らなんか、 ここ最近なんか、お前らの方も、なんか、元嫁解禁みたいになってるけど、そういうわけじゃないからな、言っとくけお前。なんか、その件言っても大丈夫なんだとか、突っ込んだ話しても、お前いけるよな、みたいな感じになってるけど、そうじゃないからね。もうメディアも、テレビ局の方も、なんか、あの、ここであの、吉村さんのお話していただいても全然大丈夫なんで、みたいな。いえ、しないですよ。そうないですからね。基本僕は、本当に、みんなと、 もう、出たてのジャニーズの相手とか、俺ぐらい厳しい、ね、レギュレーションを敷いて、それをなんかもう、いつの間にか、ボーンって超えたやつ来るから、ダメだっつってんだろ、お前ら。<laughs>